かがでしたか？この動画を見てくださりありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。今日は休日ですが撮影の日なので目覚ましをかけました。休日は普段目覚ましをかけずに10時くらいに起きますが、今日は絶対寝坊できない日なので。冬場は寒くて体がすぐ起きません。暖房をつけて布団の中で徐々に体を起こしていきます。そのうちに二度寝とかしちゃうので注意です。布団の中で体を左右に動かして5分ぐらいすると体が温まってきます。起きましたね。今日の寝癖はこんな感じ。いつもよりかなりボサボサです。朝起きたら白湯を一杯飲むようにしています。お腹を温めて頭を起こす作戦なんですが、まだだいぶぼーっとしてますね。頭が起きてきたらシャワーを浴びます。44度くらいのシャワーが好きです。歯磨きも洗面所でしちゃいます。朝のスキンケアはこんな感じ。ミストウォーターをシュッとかけて、手のひらで温めた化粧水をパタパタ顔になじませます。乳液を塗っておしまいです。休日は基本すっぴんなのですが、今日は撮影の予定があるのでメイクをしていきます。ファンデーションで気になるところをカバーしていきます。メイク用品はこんな感じ。次は髪をセットします。乾いたら軽くコテを当てていきます。朝ごはんは毎日ヨーグルトとパンを食べます。朝ごはんはこんな感じ。いただきます。飲み物は最近マサラチャイがお気に入りです。寝起きの白湯とこのヨーグルト毎日続けるようにしたら体の調子が良くなりました。普段はなるべく身軽でいたいので、お財布やカメラ、リップなど最小限のものを持っていきます。今日はお泊まりになるので前日にリュックにお泊まりセットを用意しました。お気に入りの服を着ます。リップを塗って出発です。11時には撮影の場所に行かなきゃいけないのでちょっと早いですが、そろそろ家を出ます。撮影頑張ります。それでは行ってきます。今からお泊まりの用具をちょっと買いに行こうと思います。着きました。今スタジオに向かって歩いて行ってます。休みの日は公園にいたりとかいて、ぼーっとしたり花とか草を摘んで過ごしています。もうちょっと暖かくなったらお花見とかできたらいいなって思います。ここの部屋です。すごい緊張してます。中に人がいるそうなので入ってみます。開いてました。靴があります。初めまして。あ、どうも。お願いします。初めまして。できました。カメラの前でする初めてのエッジが終わりました。ちょっと振り返ってみたいと思います。エッチをするのは1年ぶりだったので、やり方を忘れていて緊張してしまいました。終始頭が真っ白で記憶がありません。久しぶりにエッチをしてみて、気持ちよくなることっていいなって思いました。
直井さんはすごく優しくしてくださったので、すごい幸せな気持ちになりました。こんなに優しくしてもらったのは初めてです。2回も出した後元気に帰っていったので、すごいなって思いました。今日はお風呂にいっぱい入りました。髪の毛を乾かします。2回目の鮫島さんとのエッチはすごく情熱的で激しかったです。お風呂上がりに酸っぱい炭酸飲料を飲みます。ビタミンチャージ。不思議な一日が終わろうとしています。歯磨きをします。フロスも使っていますが、今日は持ってきていません。普段だったらこうして iPad で SNS をチェックしたり映画を見たりして過ごしています。 iPad で動画を見ながらストレッチと筋トレをしていきます。今日はエッチをたくさんして体がカタカタなので軽めにやります。家以外で寝るのは久しぶりです。明日は9時ぐらいに起きます。おやすみなさい。1泊2日の滞在が終わりました。すごいいろんなことを経験させてもらいました。今からお家に帰ります。ちょっと名残惜しいです